え、なんかね、なんか生意気なショタが好きになってきた。なんかさ、なんちょ、今までの生意気なショタって、もう本当に大嫌いだったんだけど、ごめん、ごめん、こんなこと言うとさ、ごめんね、あの、本当に怒られるまであるんだけど、団長、中学生とかさ、小学校高学年とか中学生の男子って本当に好きじゃなかったの。なんならば嫌な思い出があってさ、そう、団長がね、中学生の時さ、マジで、あの、団長ね、中学生の時ね、大胸筋がでかすぎて、ちょっと、なんかちょっと嫌な思いをしたことがあってね。まあ、今は全然そんなことないんだけどさ、本当、なんて言うんだろう。あそこら辺のなんかエロ書きが嫌いだったんだけど、なんかね、団長、ホロライブに入って、その、コメントでね、やっぱこう若い子と触れ合うわけじゃないですか。で、団長もやっぱ大人、18歳プラス20数ヶ月も大人になったわけよ。もう中学校卒業してから うんねん経ってるわけで、なんかね、大人になった、なんかむしろ、なんかちょっと可愛くなってきちゃってさ、なんか余裕が出てきたね。ちなみに最近好きなのは、やっぱり、あの、マリン、あの、ショタマリンが好きです。やっぱショタマリンを見てると、嬉しい。そう。お!なんかその、この前も言ったけどさ、マリンがね、ちょっとお家に来たんだよ。マリンがちょっとこの前お家に、来たんだけど、その時にマリンがね、好きなポテトをその振る舞う時にさ、まあいろいろとあげてたの。フライドポテトだからさ、あのフライドしてたわけよ。その時にさ、お母さんお母さん、俺のポテトまだーとかさ言ってる時にめっちゃ可愛くて、俺のポテトまだーみたいな。しかもポテトがなくなりそうな時もなんか、お母さん、俺のポテトなくなるみたいな、可愛い。いや、え、ポテト、いっぱいあげるからね、ポテト、って言って。いや、そう、いっぱいね、あげちゃうってなってた。いや、母性かな?え、母性なんかな?はぁ、って思って。いや、ま、お姉さんと、そう、お姉さんじゃなくて、ママかも。え、ママになりたい。え、めっちゃちょっとときめいちゃう。いや、ほんとに、ドキドキしちゃう。